ところでここでですね、あの大竹投手が選ぶ、はい、セリーグのすごい打者ベスト5選んでもらったの、選んでいただきました本当は言いたくないんじゃないのこれ嫌なんだったらいいのに。そうですよね、これ言っちゃうとまずいですよね。そうだよ、でもここからいいんじゃない、ここからやっつけないんだから、ね、でも苦手とは言ってないですよ、きっと。この人は賢いから、はい、本当は得意なバッター言ってんの、はい、そうだ、裏もあんだよ、いろいろと。あ、そういうことか。本当に嫌なピッチャーバッター言わないから、まあ、それも含めて、小田さんの、はい、本当の1位は言ってない可能性はある。そうだ、そりゃそうよ、まあ、裏こと言わないよ、信じていただいてね、はい、はい、そう、あの苦手じゃないです。すごいすごい。あ、そっか。めっちゃ抑えてるかもしれないです。そっか、すごいけど抑えてるパターンね。そうですね。さあ、では第5位から見ていきましょう。あ、面白い企画ですね。と、絶対牧選手は入ってるでしょうとか。あ、そうだな。予想してる方は、はい、いらっしゃいます。さあ、では第5位はこの選手です。あ、岡本選手。岡本選手。はい、これはどうして選んだでしょうか。もちろんあの自分が打たれたというのもあるんですけど、まあ、やっぱりしっかりこう狙い球を絞ってしっかりそれを長打にしているシーンが多かったので、うん、あと意外とこうボール球も振ってくれないというか、うん、そういった部分も含めて、はい、やっぱりいいバッターだなと投げてて感じました ね、 うーん、ホームラン王だからね、今年のホームラン王ですから、うん、もう本当に素晴らしいバッターですよね、うん、井口さん、やっぱ岡本選手っていうのはこう凄みありますよね。いや、もう本当どっしり感ありますよね、うん、この若さでね、で、はい、で、まあ、まあどの方向にもホームラン打てますから、うん、やっぱりピッチャー逃げれないですよね、もうね、うん、はい、でもなんかこうWBC の時の様子とか見てても、もうなんか性格こうゆるっとしてる感じがね。いや、コメントはもうすごいほんわかしてます。ほんわかしてて。ゆるっとしてるけど、ゲーム入ったらキュッて感じなんですけど、あれヒーローインタビューとか面白いですよ、岡本さんの。ゆるい感じですよね。ゆるい感じで、あ、打っちゃったんですけど、みたいな。それがね、岡本さんの良さですね。良さですね。うん、ね、さあ、では続いて第4位見ていきましょう。この方です。あ、塩見。へー。意外と嫌なんだな。これ、そうですね、ヤクルト、塩見選手はなんででしょうか。やはり逆方向にもしっかり打てるか打ってますし、はい、はい、まあ、かといってインコースもしっかりさばいてくるので、うん、まあ、結構抑えるポイント難しいなという印象は、まあ、今年もあの逆方向にホームランも神宮で打たれましたし、まあ、対戦はまあ最後の2試合だけだったんですけど、うん、はい、本当にいいバッターだなと思いましたね。うーん、確かに塩見選手も素晴らしいですよね。そう、もうね、ベストナインも去年ね、トレーナー選手ですからね、はい、はい、あ、塩見選手は分かる気がするって、うん、でも意外っていう声も結構、うん、お、意外ですね、でも塩見は嫌やなと、塩見分かるって、あとランナー出したらさ、足があるから嫌だから、うん、ある程度ストライクゾーンでね、うん、勝負していかなくちゃいけないっていうちょっとあれもあるじゃない、はい、ルイに出したくないっていうのもね、そこもまた難しいところだよね、ありますよね、うん、さあ、では3位見ていきましょう。ベスト3です。3位はこの選手です。お、西川選手、はい、あ、なんかなかなかめくらないから、もう、うん、なかなかしつこい感じか、どうですか大竹さん。いや、本当にそのそうこの胸が見えてくる、そうだよね、うん、めくらないから絶対ね、うん、まあ、あとはめくらないって言うんですね、うん、やっぱりボール球をヒットにされているのがすごい多いんですけど、はい、僕って結構左のインコースどんどん攻めていけるタイプではあるんですけど、はい、もうこのインコースのボール球をライトにヒットにされるっていうのは今年すごい多かったので、うん、はい、まあ、そこ打てる人は少ないんで、ね、本当に西川さんぐらいかなと思います、ね、ボールを打てるっていうのは。なんか右ときましたけれども、左バッターで、だけど、まあ、西川クラスになるともう左ピッチャー右ピッチャーも関係ないバッターなんだけど、はい、やっぱり広角で打てるバッターだから、そうですね、はい、これめくれないって言い方するんですか。 この、ね、こっちの肩がねパッと出てこないんで、はい、全部こういう感じで打つんですよ。だから左の外の変化球とこうあんま振ってくんないんだよね、グッと止まっちゃうから、はい、だからその分こっちは詰まるんだけども、ただ捌きがいいからうまく捌いちゃうってところなんで、うん、へえ、まあ、3割打つバッターから毎年ね、はい、うん、でも大丈夫です大竹さん、オリックスに行きます、はい、もう来年いませんありがとうございます、はい、交流戦だけですはい、では第2位見ていきましょう。この方です。へえ、宮崎はみんなが嫌なんじゃないか、うん、みんな打つもんね、はい、これどうしてでしょうか。いや、もうあの試合前もちろん動画見たり、うん、まあ、研究はするんですけど、はい、なんかこう抑えるイメージが分からないですね。分からない、まあ、みんな結構阪神だったら言うんですけど、はい、まあ、どこ投げてもこう打たれるイメージが先行しちゃうというか、そんぐらいこう打ち取られてるこのウィークポイントがないですね。外はね向こうに打つし、インコースも結構厳しいところもね、パッて回れるしね、うん、まあ、首位打者ですもんね。そう、3割3分ぐらい打ってるんですよ。そうですよ、特に追い込まれてからのバッティングがやっぱりこうライトにちょこんと当てて、うん、
外のボール球でもヒットにしたりするケースがすごい多いので、はい、まあ、投げてる方からしたらそこでヒット打たれるのかっていうのが結構ありますね。そうなんですね。さあでは1位誰だろう、このメンバーの方から行きたいんですが、あのもう皆さんの予想が誰だってんですか、ほぼ巻きやろう巻きやろうって。ああそうだな、あでもそうなると巻きっぽいな。いやでも、あ他に誰、あでも大山って来てますよ。でもやばい、チームメイトですよ。まあでもすごいバッターだからね、別に対戦に行ってないからね、チームメイトは入れてないですね。そうですよね。、はい、あとあの、あ、村上やろうなとか、サトテルっていう声もありますね。あ、そこでも戦わないね。はい、でも近本とか中野とかも対戦したら嫌だろうね。絶対嫌ですね。本当にめくらないからもうしつこいもんね。近本じゃないっていうこともね。いや、チームメイトですよ。あ、細川選手かもしれないとかね。そうね。はい、来てますが、はい、さあでは見ていきましょう。はい、1位はこの方です。牧選手になった。牧選手でした。さっきなんかそれっぽかったもん。それっぽかった最初から、確かに。だから打たれましたって言ってましたもんね。はい、はい。やっぱりすごいですか。そうですね。だからさっきも言いましたけど、はい、ここぞっていうところの集中力であったり。はい、しっかり長打にするっていう技術ですね。あと低めでもホームラン、うん、まあ、甲子園でも、まあ、僕も2本打たれましたけど、うん、まあ、多分阪神結構打たれてるので、うん、あの甲子園広いですけどそこでもしっかり低めをホームランしてたんで、はい、やっぱパワーあるなとは思いましたね、うん、ありますよね。だってルーキーやからずっとね結果出し続けて、そう、井口さんなんかタイプ的にちょっと井口さんにかぶるようなタイプなんですけど、内容を守って、はい、長打が打てて、で率も残せる、率も残してる、ね、はい、いやいや僕より全然上ですよ。そんなことないけど、どうですか、はい、あの牧のイメージというか、うん、いやいや、あの広角にねやっぱり打てるし、うん、まあ、なかなかピッチャーと抑えるところないんじゃないかなと思いますね、うん、そこで長打ありますからね、うん、はい、でもこれやっぱりみんな井口さん素晴らしいバッターですからね。いや、いい選手、やっぱり打たれてるバッターですね。やっぱりすごいダメな苦手なピッチャーだよ。ね、正直なんですかね。いや、わかんないよ、それは本当は隠してるかもしれないから。本当の1位隠してる可能性は。村上とかヤクルト村上で左バッター投げづらいかもしれない。はい、それはもうね、みんな想像しないと。そうです。うん、でもこんだけ正直というか、もうこんだけ上げていただいたのでね。はい。はい、ぜひとも皆さん、あのこの勝負というのもね、マキはこの番組見てないから大丈夫です。わかんないですよ、マキはどうせ見てないから。見てないですか。、はい、そっか、苦手ってバッターとしてこの苦手ですって言われるのはやっぱ嬉しいものですか。いや、嬉しいですよね、はい、うん、まあ、その時点であの、ね、勝負したら優位ですから、そうだね、勝ってることだね、はい、ポジティブな気持ちで打席入れちゃいますもんね。まあ、これはきっとナンバー5から10ぐらいですね、きっと本当はね。多分ね、はい、苦手じゃないと思うよ。はい、皆さん本人には伝えないように、はい、お願いします。はい、チャンネル登録と、はい、高評価のグッドボタン、はい、よろしくお願いします。はい、あの一つ聞きたいんですけど、はい、パリーグでこうパリーグ時代パリーグのバッターで苦手だなと思った、まあ、苦手じゃなくていいや、すごいなと思ったバッターっていましたか。やっぱ浅村さんですかね。あのプロ初登板も西武ライオンズだったんですけど、はい、もうその構えのオーラというか、オーラで、うわこれどこ投げようっていう、はい、その懐の深さというか、はい、その日も3安打されたんですけど、あ、これが一軍かって思ったのがすごい覚えてるんで、うん、はい、すごいバッターですね。いや、浅村選手も本当すごいバッターですからね。すごいバッターだよね、本当にね、まあ、パリーグもすごいバッターね、うん、たくさんいますからね。